お疲れ様です。お疲れ様です。そんなみんなで見ないでくださいよ。お疲れ様です。お疲れ様です。もう嫌な顔してんな。嫌な顔してんな。顔が出ちゃって、今この動画はもう顔出てるの。完全にもう出てるんです。なんかインスタに出したんだろ最初。インスタライブしたね。インスタライブしたね。その修正じゃないけど、なんかそういうの。あ、そうです。加工してですけど。あ、そうなの。うちで一緒にライブしました。みおちゃんのフォロワー様特別に最初やって、うん、やったんだ。で、俺はふざけて撮ったやつを上げて徐々に徐々に、まあまあ、なんか結構可愛いってコメントめっちゃ来た。50何件来てたでしょ、コメント。いや、やられました、あなたに、ね、あなたに怒ってる嬉しいんですけど、私出さないって条件で来たじゃないですか。そう、入りましたよね。え、もうその条件もうなしみたいな。じゃあ、だからそう、あなたに共有はしてないんですよ。いや、あの動画じゃあ、インスタに出たの。インスタでは特別ですよね、あれは。じゃあ俺も別に、あれや、お前が嫌そうにしながらもう、ちょっといいかな。勝負に付き合っちゃったし、みたいな。もう、これセーフになっちゃったもんね。それ以外の方はどうだ。順調なの。順調。ね、ちゃんと何、育ててとんか。今どれぐらい。育ててるよ。バラの花としたら、例えばどれぐらいもいい。バラの花としてどういうこと。バラって本当にそうですよ。俺なんか恋愛ってバラ、最初はね、初々しくて柔らかいじゃん。目っていうのは。だんだんごつくなってくるよ。今なんかバラって。今で綺麗になるじゃん。で最後、トゲが生えてくるだろ、バラって。結婚したらトゲが生えてくるだろ。バラだがや、見て。でだんだん知られてくるとバリバリになって、そんなことないんだって感じ。触れたら壊れるみたいな。今の状態、目が出た段階か。ちょっとまだ鼻浅いじゃない、つぼみ。鼻浅いじゃないです。あの茎がちょっと出てきてる。茎がちょっと出てきてる。でももう3ヶ月ぐらい経ったんだ。3ヶ月俺らに勝利絶対一致したのはどっちなんです。1ヶ月。あ、もうじゃあ下目。はい。ダメだよ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 。めっちゃ素直に。もう確かにね、隠したとこでね。そう。私が今ここで、いや、やってないですよって。嘘だろ。間違いない。また面倒になって。やつが始まるじゃないですか。俺は視聴者代表だもんね。聞け聞けっていう感じじゃないですよ。職人じゃない。俺もそうだけど、よくぞ聞いてくれた社長ってコメントがいた。もうちょっと引っ張ってほしかったな。やってないですよ。夜の営みあるの。あります。夜の営みってあれだぞ、晩ご飯じゃないですよ。でもそれなりにその彼氏っていいから、彼氏みたいな顔出ししてとか、顔出ししやいいじゃんとかあった。いや、そのデート動画の時は、うん、もう顔出ししたらいいやみたいな、一人で映りたくないから。ああ、なるほどな。でもそれ以降は言われないですよ。ああ、でも今日なんか言ったかしら、今日こういうちょっと動画どうやってたら、じゃそれ、あの、写真行ってくれよ。化粧直したい。じゃあ、そうか、化粧道具持っときゃいいやつや。違う。ベージュが違う。違うって言って。だから、直せる。ペコさんちでやった時もちゃんとそれ用の、なんていうの、仕事用ではない顔なんだよ。メイクベースから変えてるから。もうギャルキャラでいくしかないんだよ。ギャルキャラでいくしかない。性格完全にギャル。確かに間違いない。ギャルでやる。あ、無理。社長無理。またお前とショーとか足場のると大変現状しろ。2人全然そんなことないんだけど。2人だと人間らしいそれ言うんですけど、うん、2人だと別に何も言われないし、私もそんなことない。俺結構2人もきつい。2人であんま喋るとき、俺は本当に思うのは、みんなに、俺は別にいいんだけど、お前がなんか損してるなと思う。で、優しくいくわ。周りが、その、何最初にそんな態度なのっていうのは、多分みんな思ってるけど言わないんだよな。優しく、どうしました。それ、普通だから、それ。お前は優しいよ、普通。どうしました。いや、でも、いいキャラしてますよ。まあ、いいキャラだよ。私は2人にとって、社長に何か言うじゃないですか。よくぞ言ったって思いながら。ネタで来るで言うと、マジ言ってほしい。なんか、昨日のショーと喧嘩したんだ、もう分かる。そのネタで、このハゲとかバカも全然いいんだよ、全然ね。まあ、視聴者にも言ったぐらいね。敬語使ったら、もうクビだよっていうのがもうルールだから、うん、そうですね。その関係が壊れたらもう意味ないじゃん。うんうんうん。もう、ザ。難しいんだもん。怒れんのよ。あれやりこれやりって。いや、わからん。無理。わからん。無理。まあまあ、そんな話ですよ。
まあ確かに、いやでも面白いですよ見てて、うん、まあ、お前らのでもまあいいキャラじゃん、似てるなって思います。さっきなんか言ったよ、これは俺父親みたいな2人だけどさ、まあ、もう2個言ったもんね。そうです、2個言っちゃう。だから余計こう調子のないで、行ってもったよ、行ってもったよ、いるって情熱作るじゃん。あいつの情熱だからね、足場俺だから情熱がもう、お前の場合は俺そうさ、はい、ペコちゃんペコちゃん最上位、最上位、最上位、それはちょっとあるかもしれない。ペコちゃんなんか言ったらもう全部言うことに違う、それはないで、一番もショウ君でしょ。ショウ君はない、ショウ君はない、ショウ君はない、ショウはもうその序列にない、いない、女だよ、ショウ大体例外、こいつも結構やきもちやから俺見てると、あですね、だからショウ君が見ようって言ってほしい。ああ、俺の想像ですよ、俺の想像ですよ、ミオがじゃなくてね、ミオが好き好きで嫌だ、好きなんだけど、出せないの、俺の想像ですよ、これ一応俺の、俺だけの妄想が、一回、一回聞きます。まず、もう絶対的女王がもう結構来てるまあその次であれかな、足場班の中でも、まあ分かんないけど、最下位に岡部はいるかわいそう、最下位に岡部が感じている、はいはい、の横ぐらい多分俺だわ岡部と俺同位ぐらい、こことここの間に誰かまだ出てるそんなわけないけど岡部俺ぐらいが同位で、ね、どこまでひどくない私、ペコちゃんが言ってること 100% 死んじゃうから俺が言うこと全部疑うからねはぁって言って、まずは歯がえっとかじゃない、はあのさ、これちょっとやってみない、はでも俺はそれパッて引いちゃったけど、まあ、それ自然に俺に出ちゃうんだけど、何あ防衛本能俺みたいですよでもここなわけではないよなと、別にここにペコの人としても、あなたここぐらいにいるからちょっと下ぐらいだめっちゃうまそまあ基本でもまあまあまあ視聴者の皆さん、あのこうやって言うとまあ視聴者がまた勘違いしてあっち方面に出てくるんだけど、まあすごい仲いいんですよね基本だからぶつかるけど、その基本恥ずかしないじゃん、うん、間違いない、自分から何かを言うっていうのは多分苦手だから、うん、そのカットなったら言えるけど、結構短期って言ったらまだいいけど、単細胞っていうのもあるじゃん、結構ちょっと頭悪いのもあるじゃん、早とちりですね、うん、うんうんうん、単純じゃん、あんまり複雑なことはやんないじゃん、人いじめたりとかそういうタイプじゃん、あ、そういうことはしないですね、俺らみたいなタイプってそうじゃん、口とか悪い、頭悪いやつってそうじゃん、あ、まあ単細胞だから、あ、そうですね、まあその難しく物事考えてるからそ残ってないじゃん、基本言ってるから、うん、もう単純にあーって言ってるからもう残ってる確かに何にも、でそういうとこはあるよね、ありますね、そうそう、で特に恥ずかしがりだから、まあみんなの前でまあ、まあ、これはもう若干俺のこれも想像の世界です。また想像まあまあ、20、21だから、やっぱもっとみんなと喋りたいんだけど、なかなか喋れんから、俺でそのリズムを取ってる、韻を踏んでる。ホップ、ステップ、ジャンプで、ホップ、ステップで、ホップ、ステップで、俺のハートをえぐっといて、あとジャンプしてみて、ね、しっかり踏んで、大抵なんですよ、踏み台にしてるから、踏み台にしてるから。ジャンプでみんなのところに飛び込んでいくからやっぱ恥ずかしがりだから何もやれんやれんとか言うから、うん、もう行ってもいいって言うから、わしも一人で無理じゃあまだ早いとか言ってくれって言うから無理無理そんな浅いかもしれない、ほんとそんな浅いかもしれない、マジごめんなさい、もう謝るわ無理下見てドゥルーッ無理それで無理ちょっとわかるかな、いや、わかります、想像つけたな、なんとなく私もみおちゃんの性格をなんとなくもう理解してるあれなんで、扱いやすいは扱いやすいですよね、扱いやすいよね、別に変な、そうです、そうです、ビジビジしたとことか陰険なとことか、そういうのはないよな、一切ない、陰険なとこもないし、あの、なんだろう、影でコソコソするタイプでも、私と多分一緒で白か黒かのタイプだと思うんですよ、うん、グレーゾーン嫌いな子なんだろうなっていうのがわかるから、で、そのなんかもうちょっと出してもいいかなっていう心境はなんでどうやってきたの、いやもうペコさん惜しいっすよペコ推し、ジョーの、ジョーの、ジョーの、言うことは絶対そうやってんの、違うかまだ、まあ、それは逆に、感謝されるかもしれない、それは出した方がいいよって思ってるから言われました、そうです、そうです、それはでも半分ですよ、ペコさんの支援半分、あとあなたっす俺でもあんまり今言うんでしょ、確かに別に出さんなら3でいいよって、違う、その言わないけど、なんか遠回りして言われてる感じがすごく、そうそうそう、俺は思ってるけど、いや絶対損しないと思う、顔なし、うんうんうん、もう武器じゃん、うん、だからペコちゃんたちもそうだったよ、カウンターが
2人で辞めても、まあ、じゃあ足場会社作ります、何年じゃん、もう家族会社、もう何にしろいいわけじゃない、最後はでも絶対自分で決めとるじゃん、無理やり出せって言って、そんなに言われるなら嫌な話したわけじゃないでしょ、多分。そうですよ、うん、でもノリノリだったね、インスタライブ。いや違うですよ、あれあのその時お腹痛くなったっすから、私。いや、始まる前にお腹痛いっす。本当にガチお腹痛くて。うん、で、この間ショートムービー撮ったの。はいはい。勝手に上げたのは、歯が腫れたね。歯で、ほっぺ。ほっぺが腫れたね。唯一の適性、あのゴムゴムの実のさ、あれ雷に強いやつあったじゃん。めちゃくちゃ雷の実みたいな強いんだけど。ゴムはもう唯一の電気を通さないから。へぇー。バカ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 。それがどうしたんすか。それみたいな感じで、お前は唯一俺に適性を持ってるやつみたいな。俺たち以外でも汚染されない人みたいな。いや、ゴム側って。そう、ゴム側、ゴム側、俺に対して。こっちの方なんか別にマイペース、自分のペースで俺に来るから。別に全然ない。俺にペース合わせるとかじゃない。ないです。お互い別に合わせてない。合わせてない。なんなら俺が合わせる。社長様に合わせられたのよ。でも1個2個もう動画、まあ、2個上がったのか分からんけど、その3個とかぐらいも上がってくるからもうそんな気にならないじゃん。いやだから最初だから気になってるだけなんですよ。じゃあこれからもちょこちょこ出てくるらしいので楽しみ楽しみ、まあ、カメラマンはね基本的には後ろの方、そうですね、声しか、あ、イベント告知ちょっとお願いします。東京、6月、大阪、うん、名古屋の順に飛び限定の交流会やりますんで、うん、だから飛び職の方、うん、それも動画上がっといてね、ぜひそちらも交流会どんな雰囲気だったのかなって、うん、結構和気あいあいと楽しく、お酒アルコールありなんでお酒入るとやっぱみんなちょっと和らぐっていうか、そうそうそう、中人形めちゃくちゃ緊張したやばかったピッチャーやめたからみんなちょっと緊張した、俺も緊張した、ほとんど食べ物食べてないもんねみんなスキッパル状態飲みまくってぜひじゃあそちらの参考もお願いします。お願いします。せーの、また見てね。